あー、芋タルトじゃなくて、芋タルトじゃない、スイートポテト。いただきます。これをママが買ってきてくれました、七夕ケーキを。それなのでいただこうと思います。ちなみにさっきはチョコレートケーキを試食しました。いただきます。メロン、めっちゃメロン、ね、メロンだ、メロン、見て、緑緑、パパから LINE が来た。ママが買ってきてくれたって言ったでしょ。パパがお金を払ったのはワイヤーって来た。パパが買ってくれたのはママが届けてくれたみたい。いや、ママが50円はママが払っただって。はい、どうもありがとうございます。七夕とメロンの関係は、あ、ね、なんだっけ、なんだっけ、なんかあったっけ関係。あ、関係ないですね、ないですね、関係。多分織姫と彦星だからさ、これじゃない、織姫がこのオレンジのメロンで、彦星がこの緑のメロンじゃない、多分。七夕はお願い事、ゆかお願い事書いた。シャインマスカット、 no 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 no、 メロンメロンメロン、でもこれ七夕ケーキって言うんだけど、なんかあれですね、織姫と彦星は1年に1回会うでしょ。ゆかたちなんて1年も会えてない人いますからね。ね、織姫と彦星で1年に1回会えてるのに、僕たち1年に1回も会えてないことあるから、そんな、あ、うまっ、メロン、今のメロンめっちゃうまだったわ、今のこのカリ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 じゃない、バリバリじゃなくてシャキシャキって言ったメロン、うまっ。もうちょっと食べ終わる。今日ママと、おお、マジ？マジ？あれです、あのあれかな、48タイムズの中間1位だったってコメント来たから、そう、ちょっとね、ついさっきね、
話しててね、ノエとね LINE しててね、今日中間でしょ48タイムズ何時だっけって22時だよ、でもどうだろうって心配してたの、見守るからっていう話をしてたそばで、おめでとう。ノエもノエのファンの皆さんもまだね、でも本番じゃないですもんね、本番じゃないからあれだけど、とりあえずね中間でね、嬉しい、なんか嬉しい、うわ嬉しい、あ上位3位の差は大きくないので全然、待って見てみる、待って48タイムズね、本当だ、1、2、3位はもう結構なあの接戦だ。これって東西2位までが OK ってこと？どういうこと？東西、あー、青ちゃんが全員 NCT 全員、あーマジだ、待って1、2、3、4、5、あ、ほんとだ、LGT みんな入ってる、すーごい、ちょっと一旦スイートポテト送る、ほんとだ、すげー、なんか感動しちゃった、みんな頑張った、あ、ノイからラインが来た、不安そうにしてるけどすごいよ、5人、なんか同期の子がね1位ってそりゃすごい嬉しいですよ、でもなんかさやっぱみんな入っててすっごいノエが不安ってきた、不安そうだの絵が、不安ってラインが来た今、みんな他のファンの人はめちゃめちゃ多分いっぱいまだ隠してるよ、やばい、不安だよな、けどすごいなこれは、すげえ NGT 応援してくださる方はかっけーかっけーかっけーとか言っちゃって、かっけー、私は本当に誇りに思います皆さんのことを、すげえすげえかっけえ、そんなことあるんだ、これ何人の子はエントリーされてるんだ、ちょっと待って、あ、これだ、ちょっと少しこれと、あ、はい、これと、すごくない？こんなにもたくさんの参加者がいらっしゃる中で5人入ってるんだって、半分が NGT48？ かっけえ、なんで？みんなすごいな、すげえ、
までがリゾートロケ。あ、そうなんだ。そうなったらあれですね、今はあれですね、こう1位3位5位ノエが待って、マジで過去一不安ってラインが来た。ノエちゃん、おお、その不安を私の半分に分けておくれ。大丈夫大丈夫。いや、ここまで来たらちょっとあれだな。私はね、あのこれ参加してないですけど、これはただごとじゃないです。これはもう他人事とは思えません。もうこの中間をずっと私はもう、あのママとババも、ママもね、ママもこの中間発表あの待機してて、ママとさっきやったら、え、今日じゃない中間発表、のえちゃんどうかなとか、かえりちゃんもどうかなとか、なんか話してたの。すげえ、まあ不安だよな。あれ、最終っていつですっけ？最終発表はいつ？ごめんなさい、無知で。なんかね、こんな楽しみ中間とか言ってるくせに最終発表日が分からなくてごめんなさい。月曜日？4日後？けど分かんないですもんね、このね、1、2、3位とかじゃなくてね、他の子もね、まだだって全然最後に投票しますっていう方もね絶対いると思うからね、ここのランクに入ってないメンバーの、ね、ファンの皆さんとかも。締め切り11、発表12。いやー、そっか。いやでもすごいですよ、この票数もすごい。 CNGT が5名も全員って、なんでみんな、皆さんすごいな。私は本当に心強いです、皆さんがいてくれて。最後って大きく変動するもんなんですかね、これって。前回ってどうでした、みはるのあの時って。結構最後の中間と本番って結構違ったんですか？結構違う。ある。あ、そうなの。そっか。頑張れ、頑張れ、新潟。頑張れ、頑張れ、新潟。頑張れ、頑張れ、新潟。本当に私こんなふざけてるように見えますけど、あのただごと、他人事と思ってませんから、本当に。頑張れ頑張れ新潟、頑張れ頑張れ新潟、頑張れ頑張れ。あ、逆に NGT が割れてるのも怖い。あ、なるほどな、温存組がいるから。そうですね、私は何も力になれないのですが、ちょっとあの応援の念は送るかなって。どうにか NGT が 1位2位をね、 NGT があの独占できたらね、それはそれは嬉しいけど、メンバーの期待に応える NGT ファンってかっこいいですね。かっこいい。1から5位独占、 NMB さんが強い。 NMB さんが強い。あ、そっか。でもなんかね、そんなイメージあるかもしれないです。なんかショールームのイベントもやっぱ NMB のファンの皆さん、 NMB さんのあの皆さんすごかったイメージありますからね。すごい。あ、
でも西なのか、あ、そっかそっか、西か NMB さんは。大丈夫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 、新潟大丈夫。いや、関西済みの私、ぜひ関東も応援してください。これマジで他人事じゃないです私。じゃあもう書くか。よし、私は、でも LGT のみんなに頑張ってほしい。あ、あ、どうしよう、しまった。あ、ちょ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 、は、やばい、粘着力がない、ない、ない。あ、やべやべ、粘着力が、あ、あ、あ、天の川が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 、あ、あ、ダメじゃん、取れちゃ。はいはいはい。じゃあ短冊は NGT48 カラーの赤ちゃんにします。それと優勝一番の金メダルの金にします。やべ、ぐしゃぐしゃになった、ぐしゃぐしゃになったわ。やばい気がするぞ、天の川が、天の川がやばい気がする。頑張れ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 。48タイムズ、待て、やべ、水性ペンだ。今日は七夕です。なんとか書けました。
ば冷房切って熱い冷房冷房つけます。ついた。さあ、ごめんね、退屈かないみんな、ごめんなさい、もう終わります。あ、むずいな。七夕の夜に願おう。48 times NGT メンバー勝利をつかめますように。見えない。もろいこの七夕、もろい、はもろすぎ。頑張れ。やっぱみんなのね、みんなのあのね、メンバーのね、グラビアというかいろんな写真集とか何とかあの見てる、出るのをね見たいじゃないですかね。ええ、語彙力見たいじゃないですか。みんながね、あれだけね、やっぱ憧れですよね、憧れですよね。だからメンバーはみんなね、あの写真集をねすごい喜んでくれたんですよ、自分のことのように。それがすごい嬉しかったんですよ。なので今度は NGT のメンバーのみんなもこう綺麗な可愛い素敵な写真を撮ってもらって、皆さんにっていうその姿をね見て一緒に喜ぶのが今度は私の役目かなと。なのであの私はね今回は参加できてもいないんですけど、で写真集もね自分も出させてもらいますし、本当にねたくさんあの喜んでくれたんですよ、自分のことのように。特にのえちゃんとかはもう本当にすごい、絶対買うからとかもうすぐにこう連絡してくれたりとかして、他のね NGT のメンバーもみんな自分のことのように喜んでくれて、なので今度はね、今回はい、なのであっ、マイハッチ、えマイハッチって言った今、マイハガって言ってる、どういうこと？頑張れ。まあメンバーに頑張れっていうよりね、皆さんの力を借りるようなものになってしまうんですけど、これは。1位になるように金で書いた。もうマイハッチ9位、えこれ本当？マイハッチ？待って、どこにいるんだマイハッチは。マイハッチどこ？うわ本当だ、めっちゃ可愛いってやつ投げてる。マイハッチ本当？マイハッチ久しぶり、お元気？
マヤッチはあれだよね、ビスのビスさんのビスさんのやつやってるよね、イベント参加してるかな。そうだよね、そうそうだよね、頑張ってねマヤッチ、私も応援に駆けつけるわ、お返しにお返しに応援に駆けつけます。マヤッチはもうスタイル抜群だしね、お洋服もすごい着こなすし映えるし、あれだもんね、なんかお洋服出してたよね、コラボのマヤッチのね、ああいうのとかやっぱ見るとマイハッチはもうスタイルもいいし、お洋服も着こなせるし映えるしね、もうマイハッチこそね、モデルさんやってほしいなって思うくらいです。頑張ってマイハッチ、ありがとう来てくれて。グループは違うけど応援してます。どこにマイハオリ、なんかね9位にいてくれる、あ、わーありがとうございます。マイハッチ本当に応援してるからね、私最近握手会とかなくてね会えてないけど、あのマイハッチをね応援してる方、応援している方がね来てくださったりとか、あと私をね応援してくださる方でマイハッチも応援してますっていう方もいて、そのね握手会とかでマイハッチのお話とかねたくさんして、あの常に頭にはいます、マヤッチ。あ、最近会えてないけど会えてないけど、なのでね私はあのグループは違うけどとても応援しているので頑張れ STU48。 なんかやばい、落ちそうな気がする、ミシミシと言ってる、頑張ってくださいよって、頑張れー。マヤッチが雑誌のモデルさんやってるところ見たいわ、私見たいよ。おぎちゃん、二つ結びはなぜあまりしたがらない、なんかわかんない、この写真ママと撮った時に二つ結びしてみたなんとなく、特に意味はない、なんとなくです、なんとなくです、超なんとなく。天の川、もう天の川がもう天の川がなんかゆかちゃんのツインテール泣きそう、なんでやねん、なんでやねんどうですか久しぶりの、ミルキーウェイ、あ、ミルキーウェイらしいですね、ほんとそうだ、あー、え、なにこれ、お城、お城、あ、うん、さあ、ありがとう、23歳になりました、お誕生日か、そうだそうだ、おめでとうお誕生日、23歳だって、私とねタメだ、おめでとう、七夕がお誕生日か、素敵やな、素敵や、おめー出たおめでとういい1年になるよ、絶対いい1年になるよ、おめでとう、23歳の少女です、
パだ。ピーピーピーおめでとうございます。うちのパパからもおめでとうが来ております。いやーやべえ。ちょっとこれ写真撮っとこう。うまく写らんな。後で撮っとくか。写らんわうまく。でこれが写んないんだよ。これが金がダメだ。この金が映らないの。反射して金にしない。黄色とかにすればよかった。ダメだ。あ、でも映った、映った、映ってる。このちょっとしょぼめになってしまった。ごめんなさい。もっとちょっと盛大にやりたかったんですけど、ちょっと頑張れということで、いただきます。お、もうスイートポテト、うまっ。うん、うますぎ。もう一個食べたい。うん、まだ食べてなかった。その顔好きかも。どの顔？この顔？今の顔？わ、最後。ごちそうさまでした。うまっ、うまっ。スイートポテトって夏もって、季節限るの？スイートポテト。今日はジムお休みしました。パパここツイッターじゃないんだから、なんでツイッターみたいに使ってるのか。結婚する人頑張れよ、こんな子なんで。どういうこと？待って。この方いつも不思議なコメントしてくるのよ。どういうことな？ゆかと結婚する人はこんな子、こんな大変な子だから頑張れよっていうコメントなんですか、それは。どういうことなの？確かに秋のイメージよね、スイポ。え、スイポって略す人いるの？何、スイポなん、スイポって言うんですか、スイートポテトの。スイートポテトでいいじゃん。ゆかちゃん二つ結び似合ってるよ。ありがとうございます。あのね、ちょっとな、久しぶりです、この二つ結びは。ゆかとなら喜んで結婚するし、お世話するんだけど、なんか女の子のファンの子がね、すごい結婚しようって言ってくるの。なんでなん、あれどういうことなん。ゆかと結婚ってなんなんねえ、なんなん、みんな言う。なんかおいしそうにご飯食べる子いいよね。あ、ゆかのこと。ゆかちゃん少年？マジ？少年？
西荻小屋のボックスのくじで結婚相手決めるしか。どういうこと？あれでしょ、チェキのプレゼントの方の48番さん、なんてこと、そういうこと。うちの息子かっこ高一のお嫁さんになってくれか。いや、どういうこと、何なんですか、もうみんな。そうして、昨日ね AKB さんの番組見てたんですよ、あのテレ東さんでやってるハッシュタグ AKB の大逆襲。そしたらもうすごい感動してて、私感動した。そしてハッシュタグ好きなんだのミュージックビデオがちょっと流れたんです。それで久しぶりにこうテレビで自分を見て、あの MV ですよ、うわー、 で最後のあのハッシュタグ好きなんだのあのオフボーカルバージョンのやつ、そのメロディーだけが、あのまゆさんと指原さんの2人の掛け合いのところ、あのチャン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 って、あれでもちょっと本当に泣きそうになってしまった。なんか本当に泣きそうになった。ゆか一人でこれ夜中1時何分からか始まって、一人でね、あの割と部屋暗くしてたんですよ、部屋暗くして寝る寸前だったから、これソファー座って見てたんですよ。ただでさえあのその番組で感動したのに、ハッシュタグ好きなんだミュージックビデオが流れて最後のその音楽を聴いてもう涙出そうになって、うわーってちょっと思い出して、その時二つ結びしてて、あ、懐かしい二つ結びと思って今日二つ結びしたんです。それで二つ結びにしたのか、あ、それでっていうかね、それでっていうか、あ、懐かしいな二つ結びと思って、てててて、黒髪だったらエモすぎ、確かに懐かしいね、懐かしいね、初見です。あ、本当ですか、初見、こんにちは、ハッシュタグ好きなんだのロケ地行った、懐かしい、あ、なんか懐かしいな。あ、壇上読み？はよしてあげて。嘘、どういうこと？マイハッチが？え？待って、私もうちょっとショールームやりたいけど特別にマイハッチだけじゃ読む。あ、ほんとだ！ 13 位、森下マイハーちゃん。マイハッチありがとう！まだ終わらないけど、マイハッチがっていうことで読ませてもらいました。マイハッチありがとう！なんで壇上の、なんで壇上いるん？なんで、ちょっとマヤッチ、ありがとう、私も今度お邪魔します、配信ありがとう。
ありがとう。まやちゃんイベント中なんだっけ？なんだっけ？今度お邪魔します。あ、そうみたいよ。ビスのビスさんのオーディション中、オーディションじゃないイベント中。私も今度壇上行けるよ。いやイベントは壇上難しいよな。イベントはちょっと壇上行くのは難しい気もするが、行けたら頑張ろう。あ、明日は5時半からスタートです。朝5時半寝てるけど起きてたら行くね。夜とかやってないのかな。夜やってたら行こうかな。夜お邪魔します。すごいな。でも私もあのいつだイベント、ショールームイベントの時あのやったなあ。さやったなあ。あー懐かしい。だって朝4時あ、そうなのよ。あの時あのイベントの時お家から配信がダメだったんですよ。お家配信がダメだった時期なんですよ。だから会社行かないと配信できなくて、だから5時過ぎに会社着く、ね、4時くらいに起きて、まあ、朝4時とかそのくらいに起きて準備してメイクして会社行って配信して、でなんか例えばお仕事行くじゃないですか。そしたら家帰れなくて、事務所、会社内事務所か事務所行って、で次の配信まで何時間か空いたとしても事務所でやらないといけないからって言って、事務所で椅子2つ並べてこうやって腕組んで寝てた。配信まであの時は皆さん本当によく頑張ってくださいました、私のために。けどきつかったね、みんな。そうなんだよ、あれは結構でもね、いい思い出ですよ。すごいあのいい思い出でした。でもうね、もうすごくて、本当に皆さん本当にあの他のグループのメンバーのファンの皆さんも本当にすごくて、これはもう無理なのではないかとちょっと諦めていたこともありましたが、あ、これは結構もう厳しい状況ですねっていうのはあったんですけど、すごかったなって思いました。本当にでもあれもう、あ、そう、ママから LINE が来た。あの配信期間私外出れなかったんですよ。ご飯食べに行く時間もなんか割とそんななかったから、パパが事務所までご飯差し入れしてくれてたのたまにあのマネージャーさんの分とかご飯差し入れしてくれたりしててね、パパも事務所までなんか仕事の合間に買ってきたよっつって届けに来てくれました。
難しいな。あれはね、もう人生で経験できないイベントでしたので。人生でも本当に経験できないような経験をさせてもらえたので、もう皆さんも本当に本当にもう精神的にもいろいろ大変だったと思うんですけど、もう皆さんのおかげで貴重な経験ができましたので、ありがとうございました。ねえ、でももうあれもなんかね、あんなに皆さん頑張ってくださったのに、もうなんかなんだろう、なんかジムホリプロの偉い人がなんかお金を最後の最後でなんか課金してなんちゃらみたいな書かれてたんですよ。なけなくない？って私どんだけいい待遇受けてるんって感じですよね。本当にもうそれは本当に許せなかったです。なんでこんなこと言うのって、なんでみんな頑張ってくれてんの、そんな名前が知らない人だからって、なんか事務所の偉い人がって、私は本当にそこが許せなかったの。今思い出した、本当に許せなかったね。えみんなが頑張ってくれたのに、やっと言えた、これももうやっとこれも言えた、なわけなくないですか。私どんだけホリプロの VIP なのって感じですよね。そんな一グループの一人に過ぎない子ですよ私は。そんなすごかったらもうバンバンテレビ出てバンバン大きいお仕事させてもらえてますから、もうって感じですよ本当に。もう今だから言えますけどね、もうまた言って、そうまた言っちゃうもん、言っちゃうよもう。もうそんなのだったら私はもう今頃もういろんな CM にも出れてるだろうし、いろんな大きいテレビにも出れてるだろうし、なわけないじゃないですか。ネット上でホリプロの桜井扱いされた私が、なわけないじゃんね。もう本当にプースコだよ、もう本当にプースコ。もうゆかは自分のこと言われるのはいいの、ただみんなが頑張ってくれたことに対してさ、みんなが頑張ってくれたことに対してそうやって言われるのは本当にやだ。いいの、もうこれがまた何か言われちゃったとしてもいいの、だってそんなことないんだもん。だからもうこれだけ、もうこれ最後にしますけれども、みんなが頑張ってくれたことなので、ただこれをみんなにありがとうです本当に。ハッシュタグプンスコ、違う、プンスコって待って違うの、じゃあコメントにプンスコって書いてあったからちょっと言った、ゆかの発祥じゃないよプンスコは、ちょっとコメントに書いてあったのでプンスコが、もう本当にでももうなんか人の悪口とか言うの好きじゃないんで、こういうのは言わないですけど、それだけ、それだけ、たまにもうたまにね、そうたまに荻野プンスコが出てきますから、ちょいちょい温かい目で見てください。本当にたまにですよ、たまに。たまーに、そういう時は温かくもう見といてください。けどもうおしまい、もう言わない、今日はもう言いません。いっぱいあります、もういっぱいありますけども、ゆっくりとちょいちょい、もう言いません、
もう終わったこと過ぎた、もう昔の話ですから言いません。ただね、やっぱショールームイベントはすごい絆を深めてくれるものですねって。ねえ、おしゃべり会でプースコのブツクってやだよ、なんそれ。ゆかちゃん、俺の織姫や織姫？ああ、そういう意味で完璧。そうね、そうだよね。けど、あ、大丈夫です。皆さん安心してください。私はもうそのようなイベントにはもう一度参加させてもらえて、皆さんが頑張ってくださって結果を出すことができたので、もうそれで大の十分なので、私は今後はショールームのイベントに参加するということはないので、皆さんそこは安心してください。本当にこの間も言ったんですけど、ほっとしたでしょ、ちょっとほっとしたでしょ、ちょっと。ねえ、何安心してくされてます。いや、とにかく明るい安村さんじゃ。別件、おしゃべり会の部数を追加していただきたい。おお、え、どうなんだろうね、どうなんですかね。あれ、でもいつもなんか追加ってありましたっけね、あったかな。どうだっけ、でもなんかあるのかな、私、まあ、何も聞いてないんですけど、あるのかな。あ、今日は NGT 劇場で公演を鑑賞していたけど、ゆかちゃんは出ていなかった。あ、そう、ゆかちゃんは今日は出ていません。あ、24時開始とかの大人おしゃべり会もぜひ。あー、それなんか面白そうですね。24時ってみんなもう布団で寝ながらこうやって喋るんでしょ、こうやって。あ、ゆかちゃん寝てたわーって言って話すんでしょ。サマーグッズの特典がオンラインでゆかちゃんと花火が見れるらしい。何それ、ちょっと待って、何、サマーグッズの特典でオンラインで花火が、ゆかちゃんと花火が見れる。ほ？なんだそれ。え？知らなかった。花火見たいんだけど、とっても。どこに書いてあるの？サマーグッズ。あ、販売開始前です。え、どこに書いてあるの、そんなの。オンラインショップ。え、花火見たい。あ、本当だ。特典1がメンバー直筆の残暑見舞いカードを必ずプレゼント。
特典2が抽選で1名各メンバー1名合計28名の方に抽選で1名の方にメンバーと見るオンライン花火大会鑑賞券をプレゼント。ほんとだ、オンラインか。これ例えばさ、例えば今このご時世だからオンラインですけど、もしねそのコロナウイルスとかがない今の状況だったらオンラインじゃなくて普通にここで花火一緒に見れるの、見れてたのかね。コロナでオンラインとかじゃなくて普通に花火会場みたい、わかんないけどそういうところで一緒に見れてたのかな。そういうコロナがなかったらさ、皆さんすいません、私が当選すると思います。わらオフラインだなって。そうだったのかな、もしこのコロナがなかったらそうだったのかな、そういう風になるのかな。でそしたらすごいね、それでオンラインで花火見るってどういうことなの。なんかこうつなげて、どうなるの。ここに私の画面があって、ここに皆さんの画面があるとするじゃん。そしたらここに花火が映ってて、こう画面でこうやって、あ綺麗だねってこと。そんなことある、そういうこと。何オンラインで花火見るって、どうやってオンラインで花火見るんだ。一つのこの画面の中に私と皆さん何か1名の方と花火、3つの画面が映っててってこと。でもさ、それしかこれから考えるじゃない。でもさ考えるとしたらさ、それそういうのがなのかな。じゃあ皆さん応募してください、浴衣花火応募してください。副音声とか、なんそれ、花火見ないでゆかちゃんしか見ない。ゆかちゃん花火見てるで今日綺麗だねこんな顔するけどいい。そもそも花火大会あるの、確かにあるのかな。あれかな、それ用に打ち上げるのかな、なわけないか。なんだろうね、わかんない。でも詳細はまだないからわかんない。ゆかたちの勝手な予想、この予想を上回るものだと信じて七夕に願いを。変顔されるんだら別のメンバー申し込む。はあ、怖い怖い怖い。コメントを見た、他のメンバーに申し込もうかな。ゆかちゃんが手持ち花火で花火大会、どういうことなの。ゆかはこうやって何、線香花火とかやってるところを見るってことけどいいね。私あの YouTube でこの間長岡花火大会のジュピターのやつ、ドゥルルドゥルルルルルが流れる、あれフェニックスだっけな、それ見たの、なんか涙出そうになったあれ見てて。そう、あの涙出そうになったあれ見てて。ゆかちゃんが花火の着ぐるみ、いくら私でも花火の着ぐるみは、あゆかの
うちわとタオルとバッグと扇風機。扇風機だって。ハンディファン、マフラータオル、トートバッグ、ビッグうちわ。ビッグうちわでかくない？ 29×45 だいぶ大きくない？ビッグ。マフラータオル1メートルと20センチ横。私この浴衣いつ取ったっけ。これ本当あったらハンディファンも大活。そうね、夏フェスとかないのかね。どうなんだろうね。うちわのサイズそんくらい、あ、そんくらいだっけ。普通に販売されているものだと思う。あ、ほんと劇場公演に持ち込めるかな。あー、できるっけ、できないっけ。でけえ、でけえね。おぎゅかの顔10個分、ちょっとやばいよ。もうおぎゅかの顔10個分だったらもうこんな檻の、俺の織姫、こんばんは。え、織姫？うちわと扇風機かぶってる。1メートルのうちわ撮った記憶ないんかい。いつだったかな。でも髪暗い。うん、今日浴衣のゆかちゃんが届きました。あ、やべえ！ 24 日のあのお話し会のおしゃべり会の浴衣、やべ、まだ忘れてた。ゲットしないと。隠し撮りされた、隠し撮りされたっけ。戻ってきた。おかえり。初中お見舞いカード、初中お見舞いカードが欲しいですか。直筆。あなたの彦星誕生しました。彦星。これから自分で買うの。そうですよ、おしゃべり会、握手会は自分のお洋服なんですよ、 AKB グループは。なので浴衣を着ると決めたならば自分で用意をするものなのです。来週は話し会やっとできる。24日もうすぐだねってこと。24日は浴衣な、そうだ、浴衣浴衣ですから楽しみですか。花火は当選したらラッキーくらいの気持ちで申し込みます。当たれ、みんな一人と言わずね、いっぱいいるのに。そんな、そんなレアなもの、それってみんな、みんなやってる。そう、星吸った今。浴衣もう雨でも送って、はい、送ります。いつの間にか顎にクッション。楽です、こういう蒸し暑い時は浴衣がいいですね。ですね。浴衣はでもね、涼しいですよね。でもちょっと帯のとこは暑いけどね。おしめんと流しそうめん機でキャッ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 したい。あ、流しそうめんしたい。リカちゃんと話してたんだよな。流しそうめんしたいねーって。北海道の七夕は8月？そうなの？なんで？わお。制服はいつだっけ？制服は着ないよ、ゆか。No。おぎちゃんとならカブトムシ捕まえに行きたいかも。ああ。あ、待って、カブトムシならゆか捕まえるよ。家族で毎年一回夏キャンプ行って、バーベキューキャンプ、バーベキューキャンプ、キャンプ
行ってたんです、山梨の方に。で夜寝る前に蜂蜜仕掛けといて、木に朝早朝に取ってた。でも取っても逃がすけど。そう、素手で触れるの？どうだっけ？あ、触れるよ。昔飼ってたからね、家で。カブトムシ捕まえるならクワガタも、うん、クワガタとカブトムシを実家で飼ってた、昔。コシャも連れて、コシャが可愛くて、もう今日の夜てかさっきね、コシャとビデオ電話したんです。コシャ何してんだろう今。コシャ起きてるよ絶対。コシャきっと起きてる。あれ、ビデオ電話してるのに出ない。パパ、パパ、パパ携帯触ってない？コシャ、パパ声出してダメだよ。コシャ、コシャ、今コシャ、コシャ、パコシャの顔を写して顔。何してたの？コシャ、コシャかわいい。コシャ、コシャ、かわいい顔が。コシャ、コシャの後頭部写して、パパ。コシャの後頭部かわいい。コシャ、ゆか、コシャ、散歩、散歩、コシャンポ、コシャンポ、おやつ、コシャンポ、おめめがクリクリ、コシャ、コシャンポ。サイレンの音とか聞くと、って首かしげる。
ゃこしゃねこれ喜ぶのこしゃ嬉しいのこれこしゃもうねんねの時間だからこしゃねこうやってねふーってやるとこうやってんんって首かすげるかわいいこしゃあ勝手な飼い主と言われてしまった大丈夫いつもこしゃといっぱい遊んでるからこしゃは怒らないからこれでこしゃほんとあのねワンちゃんがこうやって耳かしげるときはどこから音が鳴ってるだろうって感じてるらしいんんんで耳をかしげて耳をかしげてん左から右からって感じてんだってじゃあランキングを読みまーす13位シンジアットゆかの人さんしんじさんありがとう12位文吉アットゆかの人さん文吉さんありがとう11位、ラルクおぎゆか右腕神押し空手初段アットゆかの人さんラルクさんありがとう10位がタッチンさんタッチンさんありがとう9位がやなちゃんあ初めて呼んだかもやなちゃんやなちゃん初めて見読んだありがとうございます8位が達郎あっとゆかの人さん達郎さんありがとう7位がみったんあっとゆかの人さんみったんさんありがとう6位が横浜のおじいさんありがとうおじいさん久しぶりの誕生だってありがとう5位が酒井さん酒井さんありがとう4位がゆずきちあっとゆかの人さんゆずきちさんありがとう3位がおぎしんあっとゆかの人さんおぎしんありがとう2位がラムあっとゆか結婚しようさんラムちゃんゆか結婚しようって何ありがとうラムちゃん1位がなっちゃんあっとゆか結婚しなんでなんでこんな結婚ついてんのなっちゃんありがとうお誕生日おめでとう皆さんもありがとうございましたありがとうございましたじゃあまた次の配信で会いましょうバイバーイありがとうございましたバイバーイ。